美化されてね。新アニメのジェロにも参加はいくない。に対するみんなの反応集。ではどうぞ。俺の気のせい、溢れ出る後輩感。進化の髪が立てたスレ、来賛するスーパーマンロードのあいつ。いやジェロニモヤングマクダニエルはどの媒体でも可愛らしいが、ズタボロにされたのに割と元気だなこいつ。まだ一回リンチされただけだしな。正義超人たちだけじゃなくて悪魔超人たちからも可愛い後輩扱いされてるやつ。喉潰された割には普通に喋れてるな。喉切り裂かれても雄たけびできるやつだからな。正義超人以外からの評価が高い男。何が完璧超人だ。こんなんじゃ複数人でかからなきゃジェロニモにも勝てねえぜ。手煽りに嬉しくなってるのあざとくない？多分声で可愛さが増してる。チェリーがみるみる回復してるからこいつも似たような回復してるんだろうなって。方言目隠れ後輩系超人。差しでジェロニモがラジなん勝てるかで言えばまあまあチャンスはあるんだよな。覚悟決めたジェロニモはマジで強いからな。エクスキューショナーに勝てるラジなん何人いるか。喉やられてるのにリアクション役やれてるのはさすがすぎるだろ。ジェロニモは可愛いステリーはなんかセクシーだよ。主要格のサンシャイン下してるからか悪魔超人からなんか一目置かれる男。みんな、悪魔超人なんて応援しちゃダメだー。多勢に無勢じゃなかったらジェロニモも負けなかったろうぜ。仮面。漫画だと小さい子までなんか言ってるだけだし声があると存在感が増す。仮面はジェロニモのなんなんだよ。サンシャイン先輩を人間の分際で倒した奴がただのかませ役になってると先輩の株が下がるという配慮。正義超人の中で一番仮面のこと好きだと思うジェロニモ。特に接点ないプリズマンもジェロニモに惚れ込んでるしなんか特定の超人に刺さるフェロモンでも出てるのだろうか。人間なのにサンシャイン倒した男だぜ。加藤超人と言われてるけどそれ以下の人間が超人を倒すって完璧超人からしてみてもびっくりな事実だよなこれ。ザマンだった頃にこれ知ったらどういう顔してたんだ。声が大ベテランのはずなのになんてあんなちょっと頼りない後輩感がすごいんだ。大ベテラン、普通に中堅じゃん。悪魔超人って上下関係そこそこあるけど横のつながりは和気あいあいとしてて仲良い感じが体育会系の部活動っぽい。始祖編ではもう一回ボコボコにされるんだっけか。第二陣来た時にワンモアされる。人間なのに超人を倒す存在とかどう考えても調和を乱す側なのにそんな奴もいるなんてすごいじゃん。人間も超人に昇格するチャンス与えようぜ。する調和の神は懐が広いな。もうちょっと色黒のイメージあったわ。アパッチがマジで集団戦に向いてるのが良くない。そやみんな全力で潰しに来る。最終的に神になったら面白いな。神に愛された男ってキャッチフレーズは笑った神って特定個人じゃねえか。ピークアプーと一緒に病院でお昼寝してるシーン好き。最終話か一個前あたりで追加メンバーにまたボコられるシーンが最後の出番になりそうだな。超神編まで活躍ない感じなのか。今クールのラストかジクールの頭にあると思う。バベルラストの自らカピラリア法になってアシュラに礼を言うジェロはジェロのいいとこが全部出てたね。怪我さえなければ第二陣は一人で撃退してたよ。フォッフォフォ、あのビクシアを相手に前線した男が最大の礼を尽くして迎えねばなぁ。ちょっと頼りなくて生意気な部分はあるけど努力家で大技持ってて基本的に先輩を立てる後輩。今季はジェロ恥に始まりジェロ恥に終わる可能性がある。こいつに目をかける超人が多すぎる。カラーになるとチェリーのイケメン度上がるな。って思う。黒パンがキラリズムしてるカーメンは何なの？あの腰切れでミイラパッケージにされるのいや、ミニスカだなぁと思わせて突然スカートでパッケージしてくるサプライズ。各リングで激しい戦いが繰り広げられている。いや武道のとこ微妙だな。アブーもずっと息アップ、みたいな動きしてる。ピークも全身肌色でなく白タイツみたいになった。そういやジェロにも集団リンチ受けた時にクラッシュマンからやられた攻撃ってカーメンのフィニッシュホールドじゃなかった？カーメンにエイジられて嬉しくなってるのかわいい。
ピークの腹の顔はコスチュームなのか自前なのか。ロビンってあれ女性版だったらほぼビキニアーマーだよね。100万回言われてるけどアパッチの雄たけびあれ性能おかしいって。おかしいからこれも神が教えたものの一つだったりして、瞬間移動みたいな速度で発動を止めに入るブミチ。直撃されたら鎧が吹っ飛ぶかダイヤモンドパワーで防ぐかしかないから割と焦ったと思われる。カーメン普通に顔はいいからなホストやればウケそう。でも一芸やらせたらバラバラになったりミイラ作ったりだよ。大なり小なり筋肉美を見せつけてるからな超人は。人間の頃のアパッチがキーパーツ取れたサンシャインコナミ人にする威力なんだぞ。それが超人になったらどうなるかわかるだろ。顔の良さは中の人にも褒められたからな。ジェロニモの頭の輪っかどうなってんの？髪を縛ってる？それとも目隠し？声優界で星に入るくらいのホストっぽい声だよねキーアン。正直キーアンがジェロニモの声してたらすげえいい声のアパッチだったんだろうなって。ジェロニモは弟子取ったりしないのかな。ジェロニモよ、先輩方先輩方生きてるヤングちゃんかわいい。小野賢章ジェロニモだけなのもったいない。昔見たく金役しようにならんかね。悪魔なんて応援しちゃダメ。ズラからのカーメンにフォロー入れられて嬉しそうで可愛い。カーメンの敗北に激高するのも可愛い。ウォーズマンは中谷悦次郎シャンクスやろ。34で大ベテランって言ってる人は多分山口勝平あたりと勘違いしていると思われる。似てるよね。小野賢の芸歴考えたら十分以上ベテランでもあるのだな。即潰されたのがアパッチの雄たけびを評価してるからなの。隙間ともに浴びてはたまったものではないってブミチが言ってるのちょっとすごい。正直アパッチの雄たけび製造機として割り切った方が仕事すると思う。ジョロイジェロニモ好きわかるよ。悪魔超人にあんなこと言われたらコロッと手のひら返しますわ。考えてみれば悪魔超人のサンシャインはサンシャイン60が元ネタの巨大超人なんだよな。人間のジェロニモに負けたけど、悪魔にも友情はあるんだー。とか都合の悪いことは忘れよとか名言を生んでるし、ごつい見た目のくせに憎めない人間くさい。超人。ステカセ、カーメン。お疲れ様レイのポーズ。カーメンはジェロニモをフォローするセリフがより詳細になっててよかったっす。着敵に入らなかったのか。カーメンがブロッケンジュニア。戦に言及した下りとかも省かれたのは残念。ジェロニモ絡みのセリフに集約してはあったけど。あと BH の悪魔を舐めるな。もう原作と同じあのポーズで見たかったわ。カーメンはジェロニモめっちゃ評価してたことを口にしてたり、正義超人と悪魔超人の仲を急速に深めた功労者だと思ってるあなた様の頑張りは無駄ではない。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。